旧統一教会との関係をやっぱり取り沙汰されて、それを認めてしまうと、もう要するに解散命令の申し立てをしたということ自体が、もうそこだけで崩れていくというような大きな問題なんで、認めたくても認められない、頑強に否定せざるを得ない、今の立場を死守したいという、まあ、そういう姿が私には痛いほど、見て取れます。まあ、前にも申し上げたんですけれど、やはり法律の世界においてはクリーンハンドというのがあります。文字通りですね、自分がきれいでなければ法律の保護は受けられないという原則なんですよね。まあ、その意味から言っても、やっぱり森山大臣が旧統一教会と関係性が相当ありながら解散命令の申し立てをするという大臣というのは相容れないと思います。